柳瀬博文さんのです私は我が党を代表して、ただいま議題となりました令和3年度地方財政計画、地方税法等の一部を改正する法律案、および 地方交付税等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます10年前の昨日3月11日東日本大震災が発生しました改めて尊い命を失われた皆様ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げ今も大変なご苦労をされている被災者の皆様にお見舞いを申し上げます現在も4万人を超える方々が避難されている現実を真摯に受け止め わが党は身を切る改革を実践し、復興支援に全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ、質問に移ります。まず、総務省の接待問題について伺います。東北新社からの総務省幹部に対する繰り返しの接待に加え、NTT からの高額接待も明らかとなり、総務省と放送通信事業者の関係性が問われています。総務大臣は、今回の事案について、職員の倫理法令違反に対する認識の甘さや、 知識の不足が大きな要因と答弁されていますが、個人の資質やモラルの問題と、問題を矮小化するのではなく、背景にある電波行政に通定する構造的な問題に目を向けなければなりません。デジタル化が進展する中、電波の需要はますます高まっています。ラジオやテレビなどの放送、携帯電話はもちろんのこと、先進技術である AI やロボット、自動走行も電波がなければ機能しません。 しかし、電波の帯域は有限で、使い勝手の良い帯域は極めて貴重なものとなっています。放送、通信事業者にとっては、この貴重な帯域を確保できるかどうかが、まさに死活問題であり、激しい争奪戦を繰り広げているのです。問題は、その電波の割り当てについて、政府が強い権限を握り、すべては総務省の判断次第と言われているように、ブラックボックス化していることです。総務官僚が、 不透明な強いい裁量権を持っているだから、そのブラックボックスをこじ開け、事業者にとって有利になるように、裁量を働かせてもらおうと接待に至る。もし、このプロセスが透明で、公正性が明らかに担保されているならば、接待は必要ないでしょう。ですから、今回の接待問題は、電波行政そのものの構造的な歪がみが端的に顔をのぞかせたにすぎません。研修の実施や観察体制の整備といった、 表面上の対策では不十分であり、電波行政の公正性、透明性について根本から見直すべきであります。そこでいくつか提案をしてまいります。まず、電波の割り当てについては、我が党がかねてより主張してきた、透明性が高く、経済的価値に重点を置いた電波オークション制度を導入するべきです。令和元年の電波崩壊制により、経済的価値に対する評価が部分的に導入されるようになりましたが、 依然として総務省の裁量の余地は大きく、透明化されているとはとても言えない状況です。このような時代遅れの比較審査方式を採用しているのは、OECD 諸国の中で唯一日本だけとなりました。デジタル社会の推進に不可欠である新規プレイヤーの参入促進、業界の新陳代謝が図られることにもつながる、電波オークション制度を導入すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。また 利用価値の高い周波数帯が有効活用されていないことも問題です。地上波デジタルテレビは40チャンネル分、470から710メガヘルツという広大な帯域を占有していますが、実際に運営されているチャンネル数はわずかであり、縮減できるはずだと、以前から議論されてきました。しかし、放送事業者は周波数帯の整理や移動に消極的であり、既得権益を手放そうとしない。そしてなぜか、総務省も、 積極活用に前向きではありません放送事業者と総務省に特殊な関係があるのではないかと疑念を抱かせるものであります放送局に割り当てられている広大な帯域の再配分有効利用早急に進めるべきと考えますが総務大臣の見解を伺いますまた今回の接待問題が生じた背景の一つとして挙げられているのが衛星放送におけるスロットの割り当てをめぐる問題です 放送用の衛星を実際に保有し、電波法に基づき、総務省から電波の割り当てを受けているのは、民間企業である衛星の管理、運営会社です。にもかかわらず、総務省は衛星放送事業者に対する認定などを通じ、事業者に対するスロット割り当てを実質的に管理しています。なぜ、総務省が口を挟む必要があるのでしょうか。そこに合理性は見出せません。その理由を明快にお答えいただくとともに、 衛星放送のスロット割り当ては、不必要な行政の介入を廃止衛星を保有する会社と放送事業者に任せるべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。そして、最大の既得権益を長年享受してきたのは、テレビとラジオを合わせて、旧派も有している NHK であります。貴重な電波帯域を広く占有し、国民から受信料を徴収しながら、公共放送としての役割をどれだけ果たしているのか。 不がが広がっています本年1月に新た,な新たに策定された経営計画では、既存業務の改革を謳っていますが、ラジオ一波、衛星放送一波の削減程度では、極めて不十分だと考えます。NHK の果たすべき役割を明確化、再定義し、公共放送として不可欠な業務を絞り込んだ公共 NHK と、それ以外の民間 NHK に分割するプランを、我が党は提案していますが、 そのような抜本改革が必要だと考えます総務大臣の見解を伺います。電波は希少な資源であり、これを有効に活用できるかどうかは、我が国の成長に直結する重要な課題であります。今回の接待問題を機に、電波行政の公正性、透明性を根本から見直し、その恩恵を広く国民が享受できるようにするべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。次に、地方の自立について伺います。 日本維新の会は、自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現することを理念に掲げ、停滞する現状を打破しようと試みる改革政党です。地域の自立のためには、税源と権限の各地域への大幅な異常が不可欠です。このため、安定財源として、消費税を地方財源とし、社会保障や教育に関する事務の権限を地方に移住するとともに、地方交付税を廃止して、 国への財政依存を断ち切り、各地方間の格差は水平的な財政調整で行う、このようなことを提案しています。真の地方の自立に向けて、地方交付税制度を含む、国と地方の在り方を抜本的に見直すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。令和3年度の地方財政計画では、10兆円を超える地方の財源不足が見込まれることを踏まえ、財源確保策として、交付税特別会計の 借入償還計画の大幅な見直し、将来の国からの加算分の前倒しを行うなど、今年度への負担の先送りや、財源の先食いを多く含んだものとなっています。令和4年度以降も経済の回復が遅れた場合、令和3年度に匹敵する大規模な財源不足が再び発生する可能性もあります。この際は、こうした財源加工策はもはや持続可能ではないと考えますが、どのように対応していくんでしょうか。 総務大臣の見解を伺いますまた、巨額の財源不足への対応で、臨時財政対策債は5.5兆円と、3年ぶりに残高が増加する見込みとなっています。臨時財政は平成13年度に臨時的な措置として導入されましたが、これまで20年以上続き、事実上高級化されています。また、その残高は令和3年度末見込みで55.1兆円と、巨額の債務となっています。地方財政においては、 毎年度、巨額の財源不足が発生していますが、我が党が繰り返し主張しているように、合理性のない臨済債は即刻廃止し、法定率の引き上げなどによって、財源不足に真正面から対応すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。最後に統治機構改革について伺います。これまで各政権において、地方の自立、地方文献が叫び続けられてきましたが、いまだ真の地方の自立からはほど遠い状況にあります。 私たちはこれからのグローバル競争を支えるプレイヤーは国家ではなく都市であると考えています。グローバル都市が地方を牽引し、地方の切磋琢磨が国家を牽引する、その骨格をなすのが道州性です。これからの時代に適応した道州性を含めた統治機構改革をどのように進めていくのか、総務大臣の見解を伺い、質問を終わります。 武田総務大臣柳瀬議員からのご質問にお答えをいたしますまず電波の割り当てについてご質問をいただきましたオークション制度は 透明性や迅速性の確保などにつながる一方、諸外国では落札額が高騰し、落札者の事業運営に支障が生じるなどデメリットもあります。オークション制度については、こうしたメリット、デメリット、導入した各国におけるさまざまな課題も踏まえ、引き続き検討してまいりたいと考えております。次に放送局に割り当てられる 周波数帯の再配分有効利用についいてご質問をたただきました放送局に割り当てられている周波数については、渾身を避けつつ、同じ周波数を地域,前に繰り返し地域ごとに繰り返し利用する形で有効に利用しております。また、ホワイトスペースと呼ばれる、わずかに空いている周波数も、ラジオマイクやエリア放送といった用途で利用するなど、 これまでも周波数を有効に利用してまいりました。総務省としては今後とも新しい技術を導入すること等により、周波数のさらなる有効利用に向けて取り組んでまいります。次に衛星機関放送のスロット割当についてご質問をいただきました。衛星機関放送は放送用に確保した有限な周波数を占有し、 当該周波数の電波を用いて放送を行うものであるため、その確実か適正な実施を図る観点から、ビジネスベースではなく、引き続き国が経理的基礎、技術的能力、技術基準への適合性等といった業務を行う適格性を確認する必要があると認識をいたしております。次に NHK の改革についてご質問がありました。 我が国の放送は公共放送と民間放送による二元体制の下でお互いが切磋琢磨することによって発展してきたものと認識をいたしております。NHK は公共放送として広告主の意向や視聴率にとらわれない豊かで良い番組を放送することによって文化水準の向上に寄与することや 地方向け番組の提供などが求められております。現状、NHK においては、報道や教養をはじめとする、豊かで良い番組を放送することにより、公共放送の基本的役割を果たしており、直ちに NHK を分割するべきとは考えておりません。今般 NHK が策定した中期経営計画では、受信料の引き下げや、 チャンネルの削減等が盛り込まれ、改革に向けての一歩が踏み出されたところであります。まずは、これらの方針が着実に実行されるよう、NHK に求めていきたいと考えております。次に、電波行政の公正性、透明性についてご質問いただきました。携帯電電話をはは、じめとする電波の利用は 現代のの経済社会や国民生活にとととっってててて極めて重要なな基盤いいるものと認識していますこのため、周波数の割り当ては、電波法等に基づき、公正性、透明性を十分に確保した手続きにより実施しています。例えば、携帯電話向けの周波数の割り当てでは、審査基準を含めた割り当て方針について、パブリックコメントを行うとともに、 電波管理審議会に諮問した上で策定をいたしております。さらに、この割当方針に沿って、基地局整備計画の審査を行い、電波管理審議会に諮問した上で、計画の認定とともに、周波数の割当てを行っています。このような割当て手,手続きに加え、電波法等の規定に基づき、電波の利用状況を調査し、 評価についてパブリックコメントを行うとともに、電波管理審議官に諮問した上で、公表することで利用状況についても透明性を確保しております。引き続き公正性、透明性を確保した電波行政の推進に取り組んでまいります。次に消費税の地方への移譲や、地方交付税制度の廃止など、国と地方の在り方の 抜本的な見直しについてご質問をいただきました。消費税は国、地方それぞれの社会保障の財源とされており、消費税を地方に移譲するのであれば、社会保障について地方に大きな責任を担っていただく必要がありますが、これは結果的に大きな地域間格差を生じさせることにもなりかねないことから、慎重な検討が必要と考えております。 また、地方交付税制度は、財源の均衡化を図るとともに、標準的な行政サービスを提供するために、必要な財源を保障する大変重要なものと考えております。ご指摘の水平的な財政調整については、他の地域のために地方税を徴収し、徴収し拠出する側の住民の 理解が得られるるののかとといった課題もあるもあ考えております次に、今後の財源不足の対応への対応について、ご質問をいただきました。令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方交付税法定率分が大幅に減少する中、地方交付税総額を確保するため、覚書加算の前倒しなど、 国の加算をしっかりと確保した上で、やむを得ない措置として、交付税特別会計借入金の償還の繰り述べなどを行ったところであります。令和4年度以降においても、地方団体が安定的な財政運営を行うことができるよう、地方の財源不足について、適切な補填措置を講じ、 必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保すべく最大限努力してまいります。次に、臨時財政対策債の廃止と交付税率の引き上げ等についてご質問をいただきました。地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を 確立するこのため、経済あっての財政との考え方のもと、当面は感染症対策に全力を尽くし、また経済再生に取り組むことにより、地方税等の歳入の増加に努めるとともに、効率的な行財政運営により、メリハリをつけて歳出構造を見直すことで、財源不足を縮小し、 臨時財政対策債の発行抑制に努めてまいりますますた、地方交付税については、地方財政が巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第6条の3、第2項の規定に該当する状況が続いていることから、今後とも交付税率の見直しなど、制度的な対応の議論を行ってまいります。最後に 当時機構改革についてご質問をいただきました。総務省の所管ではございませんが、同州制は地方経済の活性化や、行政の効率化を実現するための手段の一つであり、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると認識をいたしております。我が国の当時機構の在り方については、国の在り方に関わるものであり、各党各派会派での議論や、 国民的な議論が必要になってくるものと考えております。